1947年、安倍翔太郎は、日本競馬会、国営競馬、日本中央競馬会の騎手、調教師。12歳で横浜市に出て、印刷公見習いとなったが、16歳となった1929年4月1日に、木黒競馬場所属の田中和一郎調教師に入門。4年間の修行を経て1933年に騎士免許を取得した。 その年の6月4日の春季新潟競馬初日第一競争で岩高に起場し、初起場初勝利を達成した。1939年には、東京優春競争に雲旗で、出走、8番人気ながら勝利して、配当金は払い戻し上限の200円をつけた。その後も、1941年の中山4歳品馬特別を、ブランドソウル、 1943年の提出、五勝点をグランドライトで勝つなどして一流騎手の座を獲得した。競馬開催中指揮官中も能力検定競争となった競馬で騎乗を続けている。戦後も田中級舎で主戦騎手として活躍。同級舎には菊池博士や吉川栄二、長田正一などの有力馬主が数多く馬を預けていたこともあって、 彼らの持ち馬に騎乗することが多かった。1951年のクラシック戦線では、旧社の一番馬だった時のミノルには一度も騎乗することはなかったが、清富士で優秀品馬を制している。1956年の東京優秀で、吉川の持ち馬であった、延命に騎乗したが、発送直後に束に挟まれる形で落馬、重傷を負った。怪我の程度は重く、 騎手への復帰は困難と診断されたことから、安倍はそのまま騎手を引退して調教師へ転身した。1957年に旧社を開業。当初はわずか所属3頭での出発であったが、すぐに所属場は増加し、それに伴って調教師成績を向上していった。また、一旦騎手への道を諦めた、加賀武史美に、再び騎手になることを進め、1960年に、 自給車所属騎手としてデビューさせた。香川後に、安倍の長女と結婚している。1977年には、長男で、旧車の調教女子を務めていた新生が、調教師免許を取得。1978年3月に独立して、旧車を開業したが、それと入れ替わるように同年8月10日に死去した。65歳没。太地は、門下生。括古内は、 旧社所属機関と所属中の職分。安倍の子供の名付け親は、当時田中旧社に出入りしていた作家であった。長女と長男は菊池が名付け親で、次男は吉川が命名したという、ありがとうございます。